ですが、この屋敷にいる間は本気を出していただきますから、そのつもりで。兄さんはやればできる人なんですから、お体のことを考慮しても学年3位以内は当然でしょ。他の習い事はもう少し落ち着いてからにしましょうか。それでは兄さん、本題のあれを出してください。はい。あれといえばあれです。あるでしょう、兄さんのズボンにも若者の象徴のような汚らわしいあれが。それを隠さずに出しなさいと言っているのです。いや、ますますわからない。これが上流階級のすることか。一般市民を何だと思ってるんだお前は。ですから携帯端末を出してください。兄さんだって持っているんでしょ。なるほど。これは没収します。当家ではこの手の電子機器は禁止です。健全な学生には不要なものですから。